奈良県飛鳥村にある欽明天皇の御笹木です。欽明天皇の時代に百済から仏教が正式に伝わりました。この天皇陵は全長約140メートルの前方後円墳です。今回は奈良県飛鳥村にある第29代天皇欽明天皇の御笹木の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。